私の名前はクレア、21歳。みんなで飲みに行くんだけど、クレアもどう？ごめん、また今度。外科医になる夢に向かってアメリカの医学部で猛勉強している。毎日予習復習と課題に追われ、常に寝不足の日々だけど。無理しちゃダメよ。大丈夫よ母さん、これが私のやりたいことだから。勉強するのが辛いと思ったことは今まで一度もない。でもここ数ヶ月ずっとひどい頭痛と吐き気に悩まされている。いてて。大丈夫？また頭痛？最初は疲労が原因かと思っていたが、最近はそれに加えて手足がしびれるようになった。そのうちめまいでまっすぐ歩けなくなるほど悪化して、ようやく病院を訪れると。おそらく大学生活のストレスによるものでしょう。そうですか。ストレスが原因だと診断された。でもそれからも症状は良くなるどころか悪くなる一方で吐き気で字が読めない。最初の診断を受けてから1年後には生活に支障をきたすほど症状は悪化した。でも他の病院を何件訪れても結果は同じ。脳に何か問題があるんじゃ。 CT に異常はない。私の診断を疑うのかね。本当にただのストレスが原因なのだろうかと私は思い悩んでいた。でもそんなある日、私の人生を大きく変える出会いが訪れる。これはすぐに手術が必要です。手術ですか？ようやく信頼できる脳神経外科医に会うことができたのだ。検査の結果、私は気ありき系を患っていることが判明し、本来頭蓋骨の中に収まっているべき小脳の一部が脊柱管に出ているのです。それが頭痛や吐き気を引き起こしていたことが分かったのだ。一刻も早く手術を受けなければ首から下が麻痺してしまうと宣告され、先生、娘をよろしくお願いします。診断から1週間も経たないうちに緊急手術が行われた。そして大掛かりな開頭手術は無事成功し、すごい、頭痛と吐き気が嘘みたいに消えてる。私は遅れを取り戻すためすぐに復学して医学部での勉強を再開した。でもそれからしばらく経つと、また頭痛に悩まされるようになり。残念ですが再発しているようですね。そんな。私は再び手術を受けることになった。再手術も成功して、しばらくは症状が収まったものの。どういうことだ、また気ありき系が再発している。嘘でしょ。少し良くなってはまた再発し、再手術を余儀なくされた。手術を重ねるたびに私の体には様々な後遺症が出始め。このペンを握れますか？ダメ、手に力が入らない。手術とリハビリを繰り返す長い入院生活が始まった。結局最初に診断を受けてからの5年の間に、私は6回も手術を受け。先生、くそ。6回目の手術中に脳卒中を起こして首から下が麻痺し、機能しなくなってしまった。どれだけ頑張っても目と口くらいしか動かせない。私、一生寝たきりになるのかな。そんなことない、絶対に良くなるわ。努力家で前向きな私だったけれど、この時ばかりは人生で一番落ち込んだ。でもその後、あるリハビリ施設に転院したことで全てが大きく変わった。できることを一つずつ増やしていきましょう。はい。前向きで辛抱強いスタッフのおかげで、私は驚異的な回復を遂げたのだ。転院当初は自分で歯磨きすらできない状態だった私だが。ゆっくりでいいのよ。はい。2ヶ月が経つ頃には自分で立って一歩踏み出せるまでに回復した。もともと外科医を目指していた私は、ここで働くスタッフの姿に感銘を受け。すごい、麻痺で寝たきりだった患者をここまで回復させるなんて。理学療法や作業療法を学びたいと思い始めた。こうして私はようやく退院の日を迎え。君大丈夫なのかね。はい、早く復帰したいんです。物理医学とリハビリテーションの専門医になるため、コースを変更して医学部に復学した。それからは栄養チューブをつけたままの状態で講義を受け、休学した分みんなの2倍勉強しなきゃ。体調が悪くて出席できない日にはベッドに寝たまま授業の録音を聞いて勉強した。でも私はそんな自分を不幸だと思ったことはない。クレアは食べられないのに。ごめんね。気にしないで。少し前まで寝たきりだったことを思えば、大学に通えるようになっただけで本当に幸せだったのだ。通院でリハビリを続けながら猛勉強して、私は無事医学部を卒業し、今日からお世話になります。まあ、ずっとお世話になっていた病院で研修医として働き始めることが決まった。今でもまだ手の機能は完全に回復していないけれど。まさかあなたが医者として戻ってくるなんて。全て先生のおかげです。恩師の先生から直接指導を受け、最高に充実した毎日を送っている。今度は私が他の誰かを救う番だ。あなたは患者の気持ちを誰よりもよく知っている。いい医者になれるわ。はい。できないことではなく、できることに目を向けて患者さんに寄り添えるような医者になりたい。